デュッセルドルフ空港はドイツノルトベストファー練習の州都デュッセルドルフにある国際空港である。空港ロビー2008年度の空港利用者数は約1815万人でフランクフルト空港、ミュンヘン空港に次いでドイツ国内第3位。ノルトベストファー練習で最も大きな空港でもあり、欧州内外の50カ国180都市へ向けた便が就航する。 デュッセルドルフ市の中心部から北 8km の距離に位置する。1990年代初めまで日本航空がボーイング747で東京、成田からアンカレッジ経由で週2便就航していた。2011年10月にはルフトハンザドイツ航空が2013年6月1日から東京、成田線を就航させる予定であることが報じられたが、 後に中止されたより、キャセイパシフィック航空が、香港線を2015年9月1日から、就航開始。シンガポール航空が、シンガポール線を2016年7月21日から、就航開始。コードシェア、季節運行も含む関西等とモノレール S バーンの、デュッセルドルフ空港ターミナル駅と、アイスやタリスなど長距離列車も停車する、デュッセルドルフ空港駅がある。 キャセイパシフィック航空香港、デュッセルドルフ船の新規開設を発表キャセイパシフィック、航空プレスリリース2015年2月6日付、シンガポール航空、デュッセルドルフに来夏就航エアバス A350 型機で、中3便トレイシー2015年11月12日付、デュッセルドーフエアポート、デアフラッコフン、デアナトローズバービンデッド、エアハールとアインノイエスデザイン。 フラッコフンドゥッセルドーフ2013年9月8日閲覧ありがとうございます。